ハンス・クリスチャン・アンデルセン、1805年4月2日から1875年8月4日は、デンマークの代表的な童話作家、詩人である。デンマークでは、アンデルセンが非常にありふれたせいであることから、フルネームを略した、H.C. アンデルセンと呼ばれる。アンデルセンの童話は、子供から大人まで人気が高く、現在も国際的に愛されている。代表作は、 人魚姫、醜いアヒルの子、マッチ売りの少女、雪の女王など、約170の作品を残している。1805年4月2日、フィン島の都市大伝セで、22歳の流れ者の靴職人の父と数歳年上の母親の家で生まれる。洗濯婦の母親は、死生児として生まれ、文房で、結婚前は貧困から売春もしたが、働き者で、 信心深い人だった。一方、父親は神は自分たちと同じ人間だ。悪魔は自分の胸の中にいる以外にないなどと発言するような合理的な考え方の人物だった。彼の家は貧しく一つの部屋で全員が眠った。アンデルセンは両親の愛と母親の盲信によって育てられ、若い頃から想像力を発揮した。父親は ルズビ・ホルベアの喜劇やアラビアン・ナイトを大声で読み、ハンスのために人形劇の舞台を作ってくれ、ハンスは人形の洋服を作り、話を作っては楽しんだ。1812年、父親は金と引き換えに徴収命令の北近所の農民の息子の代わりに2年間従軍したが、デンマークは1813年に財政破綻し、軍から支払われるはずの給金も得られなかった。 精神を病んだ父親は絶望の中、1816年に亡くなった。父方の祖父も発狂死しており、アンデルセンは自分もそうなるのではないかと生涯不安に感じていたという。ハンスを可愛がってくれた父方祖母も病的な虚言癖を持っており、ハンスも平気で嘘をつく癖を持っていたが、その空想癖は作家としての創作力に役立った。1818 18年には、 母親が再婚した。自分の進路を決めなければならなくなり、学校を中退する。職工の見習いをしていたが、15歳の時、彼はオペラ歌手になろうとし、1819年コペンハーゲンに行った。生涯の支援者だったヨナスコリン家の裏口で、1862年、コリンはルズビホルベアなども支援したデンマーク黄金時代の、 パトロンの一人で、アンデルセンはコリンを通じて、多くの著名人や上流階級との違いを得た、最初の3年間は、困窮を極めた。彼が創作する劇作や歌なども認められなかった。その後も挫折を繰り返し、デンマーク王立バレエ団のバレエ学校にも、在籍していた。自慢だった、ソプラノボイスも声変わりして夢破れたが、困窮の中であった、作曲家のクリストフ・ウェイゼや、 王立劇場のイタリア人歌手、ジュゼッペ志望に、詩人、フレデリック・ヘイフ・グルベルグラに可愛がられた。王立劇場の踊り込み習いとなり、同劇場の支配人だったヨナス・コリンに寵愛され、デンマーク王の自重であるコリンの口利きで王から、学費援助を受け、大学にまで行くことができた。1822年には、諸女子グイエン・フイヤー・ドット・ベド・パルナトークスグラブを、 福文ダムズ・ファーサーグを筆名で上司した。しかし、在学中の5年間は悲惨なものだった。文学的才能について学長から嘲笑されたりしたので、コリンは個人授業を受けさせた。1828年大学に入学し、文献学と哲学を学んだ。1829年には、ホルメン運河から、 アマゲル島東端までの徒歩旅行1828と1829におけるを慈悲で出版し、ドイツ語版も出るほどであった。1833年4月から翌1834年8月にかけてヨーロッパを旅行した。パリに滞在した後、スイスの山村にこもって、アグネーテと人魚をかき上げ祖国に送って出版する。 好評は得られなかったが詩人にとっては活気をなした。秋からイタリアに移り各地を訪問。ローマ滞在中に即興詩人を書き始める。またローマで活動していたデンマークの彫刻家トーバルセンと進行を結んだ。デンマークに戻ってきた1835年に最初の小説、即興詩人を出版する。この作品は発表当時かなりの反響を呼び、ヨーロッパ各国で 翻訳出版されてアンデルセンの出世作となったが、現在は森大外役を得た日本以外で帰り見る者はほとんどいない。同年、童話集を発表するが、当初はむしろ不評であったという。アンデルセンが得意としていた切り絵。1864年アンデルセン手作りの絵本。1868から69年。 マリー・ヘンレンゲス3歳の誕生日の贈り物1843年1月からパリを訪問する。この頃には文明が上がっていたため、バルザック、ビクトル・ユーゴー、アレクサンドル・デューマフ氏、ラマルティーヌ、ダビッド、ハイン・リヒ・ハイネ、ラシェル・フェリックスなどの有名人多数と交流した。またこの年、ジェニー・リンドと再会し、彼女のデンマーク初公演を援助した。 1850年以降は、友人の子供や孫たちのために、自作の切り絵などを貼り付けた絵本を多数作って、送っていた。その後も死去するまでの間に、多くの童話を発表し続けた。アンデルセンの童話作品は、グリム兄弟のような民族説話からの影響は少なく、創作童話が多い。初期の作品では、主人公が死ぬ結末を迎えるものも少なくなく、 若き日のアンデルセンが死ぬ以外に幸せになる術を持たない貧困層への嘆きとそれに対して無関心を装い続ける社会への嘆きをどうはという媒体を通して訴え続けていたことが推察できる。しかし、この傾向は晩年になってようやく緩められていき死以外にも幸せになる術があることを作中に書き出していくようになっていく。また極度の心配性であったらしく。 外出時は非常時に建物の窓からすぐに逃げ出せるように必ずロープを持ち歩いた。さらに眠っている間に死んだと勘違いされて埋葬されてしまった男の噂話を聞いて以来眠る時は枕元に死んでませんという書き置きを残していた。70歳の時に肝臓癌のため死去する。大学を卒業しなかったアンデルセンは旅行を自分の学校として 多くの旅行記を書いている。グリム兄弟、バルザック、ディケンズ、ビクトル・ユーゴー、シュポア、ケルビーニ、ダビットなど旅先で多くの作家や学者、芸術家と交友を深めた。生涯独身であった。アンデルセンが亡くなった時は、フレゼリク王大使や各国の大使、子供から年配者、不老者に至るまで、コッペンハーゲン聖母教会での葬式に並び大騒ぎになった。 世界中で愛読されていたにもかかわらず、自身は常に失恋の連続だった。要因として、容姿の醜さ、若い頃より孤独な人生を送ったため人付き合いが下手だったこと、他にもラブレター代わりに自分の追い立ちから童話作家としてデビューしたこと、初恋に敗れた悲しさなどを面々と綴られた自伝を送るという変な癖があったことを指摘する人もいる。この著作は、 死後約50年経て発見された。それらによると、生涯に3度、こうした手紙類を記したことが分かっている。探検家、デイビッド・リビングストンの娘との文通は有名である。彼の肖像は、デンマークの90クローネ紙幣に描かれていた。首都コペンハーゲンには、人魚姫の像とダンス博物館に、王立バレエ団時代の資料が、彼の生まれ故郷王伝世には、 アンデルセンの子供時代の家とアンデルセン博物館がある。また、1956年には彼の功績を記念して国際児童図書評議会によって児童文学への永続的な寄与に対する表彰として国際アンデルセン賞が創設され、各年に授与が行われている。この賞は児童文学のノーベル賞とも呼ばれ高い評価を得ている。1996年には 千葉県船橋市の公園、ワンパク王国が、同志と王ン世市の姉妹都市提携を受けて、船橋アンデルセン公園に改装された。アンデルセンの墓。死後、ヨナスコリン夫妻の墓の敷地内に埋葬されたが、後に、コリン家の子孫が、夫妻の墓を別の場所に移したため現在は、アンデルセンの墓石のみが立つ2008年4月に、ゲイやレズビアンが隣り合って埋葬されることを目標と、 する団体、レガンブーンがアンデルセンが眠る墓地の一角を借り、最大45人を埋葬できる、ホモセクシュアル専用の区画を設置した。また、アンデルセン童話に由来する人魚姫の像は、しばしば破壊行為を受けているが、2008年7月にはアンデルセンが眠る墓地も襲われ、アンデルセンの墓を含む複数の破壊しに、抗議の落書きがなされた。二千十二年に、 デンマーク国立公文書館は、アンデルセンの少年期の作品と見られる、重視労くなる未発表作品が同館で発見されたと発表した。ありがとうございます。